木曜島の長め地図木曜島は、ニューギニア島とオーストラリアとの間にある、アラフラ海のヨーク岬半島半島沖、トレス海峡の南部に位置する、オーストラリア領、トレス海峡諸島の小島である。TEI と略されることもあり、また先住民の呼び名であるワイベントをも使われる。ヨーク岬からは3 9トル北西にあり、プリンスオブウェールズ島などの大きな島々に挟まれた。 面積わずか3.5平方キロメートルの小島に杉内がトレス海峡諸島の行政と経済の中心となってきた島である。人口は2738人。島の最高地点はミルマンヒルで標高は104メートルあり、第二次世界大戦中の軍事施設が残る。1789年にバウンティ号の反乱で追放されたウィリアム・ブライ、艦長らが 漂流中に近くの水曜島、金曜島と共に命名したとされる。島の周辺海域は新珠街の生息地でこれを採取する潜水婦たちの基地があった。明治から第二次世界大戦前まで日本人採取者が多数居住しており、潜水病などで命を落とした日本人は約800人にも達するという。海に慣れた和歌山県串本町の出身者が多く、 道長が潮の岬に設けている潮風の休憩所には潜水ヘルメット、大量機、羅針板など100点以上の関連資料が展示されている。柴良太郎の作品に彼らを題材にした中編木曜島の夜会がある。前世紀には島民の7割近くが日本人だったこともある。当時の真珠外採取事業には原住民やニューギニアの 現住民を働かせていたが、明治初期に西洋式近代灯台を設置するために日本に滞在していた英国人技師が親しくなった日本人をこの島に連れてきた際、日本人が異常にたくさんの会を取った。その後、和歌山県南部出身者を中心に大量の出稼ぎ民が相次ぎ来島し、日本人事業主まで現れた。島には明治8年に亡くなった 日本人の墓地があり、それ以前から来ていたことが推測される。1900年にオーストラリアが独立後、オーストラリア政府は日本人移民を禁止したが、英国人事業主にとって日本人潜水船なしには事業が成り立たないので、英両だった香港経由での密入国は半ば公然と行われていた。またこの移民排斥運動は、 英国人事業主を追い落とすほどに成長していた日本人事業主佐藤虎次郎を追い出すために英国人事業主たちがロビー活動した結果であり、いわゆる白豪主義の典型例である。第二次世界大戦ではオーストラリア北部は日本軍の猛攻にさらされ、トレス海峡諸島は防衛と反撃の拠点となった。オーストラリア軍とアメリカ軍が基地を置くため、 1942年1月には、全島民は退去させられ、日系人は本土の収容所に送られた。日本軍は周囲の島の基地などには激しい爆撃を加えているが、木曜島には爆撃は加えなかった。戦後、収容所から解放された日本人の中には、再び木曜島へ戻る者もおりサモア系、中国系、 マレー系住民の配偶者を終えて小さいながらも日系人社会が形成された。戦後はプラスチック製ボタンが普及したため貝殻の需要は激減した。真珠の養殖も行われたが1960年代末に沖合でタンカーが座礁したことで流出した油により海が汚染され真珠貝は壊滅した。現在では伊勢海老漁が島の主な産業となっている。 ありがとうございます。